こんにちは、アンソニーです。今日は思いっきり小ネタなんですけれども、先日いつものようにこの iMac でネットサーフィンをしていたんですけれども、突然この Apple のマジックマウスがですね、すごく反応が悪くなったんですよ。全く動かないというわけでもないんですけれども、なんか反応が悪くって、でなんか Bluetooth の調子が悪いのかなとか思ったり、電池を交換してみたりとかしたんですけれども、全くダメで、でなんでかなと思いながらよくよく見るとですね、この今まで使っていたマウスパッド、もうこれ多分見てわかりますよね。ここが完全に擦り切れてしまって、もうツルツルになっちゃったんですね。これ多分 7,8 年ぐらい使ってたと思うんですけれども、さすがに寿命かなと思いまして、マウスパッドを購入しました。1枚目、2枚目、はい、これちょっとひどいでしょう。もうツルツルになってるんですよね。これじゃあね、さすがのマウスも反応してくれないですよね。で、購入したのが、はい、一つ目がこちらです。三和サプライの低反発リストレスト付きマウスパッド、ブラックです。ここがね、もう見てわかる通り、こんもりと盛り上がっておりますので、こう手首をね、負担を軽減してくれるというタイプのものです。はい、表面はですね、ネオプレーン素材で作られてますので、非常にサラサラしています。でここが低反発のクッションになっているというものです。非常に、手首が快適になりますね。で裏がちょっとね、こうゴムのようにペタッと少し粘着力のあるようなタイプのものになってますので、ずれる心配はまずないですね。でなんか机にね、裏移りするような心配も特にないです。で私が以前に使ってたやつ、これも多分ですけど三和サプライのもので、同じようにもう切っちゃないんですけれども、これね、机にくっついたりすることはなかったです。その粘着性のものがね、っていうことですね。でこの低反発のものなんですけれども、これね、汚れてはいますが未だに生きてます。低反発のクッションとして、ですからかなり長いこと使えるんじゃないかなというふうには思います。もちろんマウスの滑りも、問題ないですね。でもう1枚がスティールシリーズというところから出ているもので、これ私は使ったことないんですけれども、もう非常に有名な、マウスパッドで、主にゲーミングマウスを使っている人に人気みたいですね。で、YouTube でも Amazon でも、マウスパッドで検索するとまずこいつが最初に出てくるというものですね。私が買ったのは QCK のミニというタイプのもので、約1000円となります。はい、裏地はこういうタイプですね。一応滑り止め加工はされてますね。で表がこうです。ちょっと最初だけね、少しこう丸まった型が残ってますけれども、まあ問題ないでしょう。大きさ的には、男性の手のひらよりちょっと大きいかなっていうぐらいですね。普通に使う分にはこれで十分な大きさだと思います。でん、ちょっと待てよ。まあこっちもサラサラしていて、全く使用上は問題ないですね。いい感じだと思います。はい、それだけの話です。本当に小ネタで申し訳ないんですけれども、私はですね、買う前はこの三和サプライよりもこっちのスティールシリーズの方がこのマウスの滑り心地がいいんじゃないかなと勝手に予想していたんですよ。なので滑り心地をとってスティールシリーズにするか、もしくはこの手首の楽さをとって三和サプライにするか、どっちがいいかなと思って、まあ、両方買ってみたんですよ。なんですけど、このね、触り心地、マウスのを正確に動かす正確性においても三和サプライの方がいいような気がしてきました。で手首がね、これ柔らかいところに置けるっていうのは本当に楽なんで、使ったことのない人は一度試してみてもいいと思います。まあこっちは職場用ですかね。まあ場所もそんなに取らないし、いいんじゃないかなと思います。まあ、こういったね、マウスパッドも定期的に買い替えが必要だと思いますので、まあ、そういった、
きっかけになればいいかなと思って動画を撮りました。それでは。